いざ、ご会長。皆さんこんにちは、ヤッシーでーす。ヤッシーです。先ほどですね、 TikTok ライブが終わったところなんです。実はその今日のね、 TikTok ライブでパルミットを食べようと思ったんですよ。実際の生配信で YouTube でも食べたから、生配信でどんな音がするのかっていうのを紹介したくて食べようと思ったんですね。そしたらさ、まあ開かないの。ガチガチ、あんまりにも開かなくて配信の時間終わっちゃってさ。ASMR 配信ですよ。食材を食べてなんぼの配信なのに瓶の蓋開かないっていうね。あんまりにも開かないもんだから、ちょっと記録用になんか一応残してみたら面白くなるかなと思って今撮影しています。もしもこの動画面白いなと思ったらいいねを押すれないでください。それからここにあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、ぜひぜひチャンネル登録していただくと動画がアップの際いち早く通知がいきますので、チャンネル登録もお待ちしてます。それでは早速いきましょうって言ってさ、今から開けようとするじゃないですか。一発で開いたら終わりだよね。企画だ、俺もいいところです。ちょっともう最初から男の力でいきますね。思い出して私、思い出して私、男の力。いくよ、まず。何してんの私。深夜にさ、前髪系だよ、男の力出しますって言って腕パンパンにしてさ、顔真っ赤にして血管張り巡らせて缶詰開けるってやばいよね。配信中言われたのは、ちょっと股に挟んだら開くんじゃないって言われたんで、ちょっと股に挟んでね、開けようと思います。お股壊れるわ。さっきのその配信中すごい面白いコメントをいただいて、ヤッシーの蓋ガチガチって言われちゃった。確かにね、私の蓋はガチガチかもしれません。パッケージがポルトガル語で書いてあるんですよ。で、多分これ開ける閉めるだよね。配信中ポルトガル語は読めなくて、開けるか閉めるか分かんなかったから、携帯でこれが開けるか閉めるなのか調べてみようと思います。フェチャーって読むのかな、 Google 翻訳。あ、フェチャーは英語で閉めるだって。だからこっちに回すと閉まる、こっちに回ると開けるだって。あれ、私閉めてたのかな。さっきどっちに回してた。こっちが開けるですね。ちょっと行ってみるね。男の力でいくよ。本気出していくからね。なんで。なんかちょっと鼻血出そうだもん今。もう一回ちょっと私冷静になろうと思います。私の愛する男の子たち、福キュン、堀米キュン、ダンコキュン、染五郎キュン、カノックスターさん、那須川天心さん、その人たち全員の乳首想像しよう。いや、それでやる気出そう。目覚めよ私の男の力。
じゃないんだから。その先日上げた YouTube でパルミットは食べたんですね。その時はもう一発で開いたの。やっぱあれかな、ブラジルのガチムチじゃないと開けられないのかな。あのネイル今してるからキッチンで食器洗う時ゴム手袋をもう今するようにしてるんですよ。それでちょっと行ってみるね。全集中前髪系の呼吸1の方オールバック、あ、でもちょっとなんか落としたかも。集中ピエン。人生でこんな力出したことあるかなってくらい今私力出してるわ。吐かないわ。一回さ、カノックスターさん拝もう、うん、写真集拝んどいて。ちょっと前髪系の限界感じる。なんかね、ちょっと回ってきてはいるのよ。もうちょっともうちょっと。今まで私が愛してきた男の股間を思い出そう。生きり立ったたくましさ思い出そう。いざ、ご会長。こんなに激しいの久しぶり。キツキツだよ。おい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 、びしゃびしゃだよ。開いた。こんなにキツキツなのは初めてでござる。あの、後でゆっくり食べます。もう真っ赤だしね。ということで皆さん、男の股間でやる気を出す前髪系いかがでしたでしょうか。こちらの動画もしも面白いなと思ったらいいねを押すの忘れないでください。それからここにあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録もできますので、ぜひぜひ。激しい夜だった。また見てくださいね。バイバーイ。